はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回はオーダーオブバトルパシフィック続きをプレイしていきたいと思います。前回までフィリピン攻略を行ってきたんですが、今回はジャワ周辺での戦いに戦局が移っていきます。まずシナリオの方ですね。1942年2月、我々の攻勢が続くにつれて、西太平洋の敵の植民地に対していくつかの侵攻作戦が開始された。我々の艦隊に対抗しようとする試みとして、アメリカ、イギリス、オランダ、そしてオーストラリアがジャワ海周辺にその海軍戦力の全てを集結させましたと。得意化はまだいいかな、特に何もっていうところですかね。スーパー戦車が入ったらね、スーパー戦車作っていきたいんですが。さあ、ではプレイの方始めていきます。今回は久々に海軍戦になりそうですね。ここのところ陸軍戦力を使った戦いが主だったので、久しぶりですね。ではブリーフィングを見ていきます。フィリピン、ボルネオ、そしてスマトラを占領した後、我々はジャワ海に進出。帝国海軍の主要な任務は変わらないままで、侵攻艦隊を護衛し守ることであると。用意の整わない敵の守備隊と防御を完全に打ち壊すためで合ってるかな。いくつかの侵攻作戦が同時に行われている。唯一最大の脅威はジャワ海にある多国籍 ADBA 艦隊からのものである。ほとんどは時代遅れの艦船の寄せ集めだが、この艦隊は我々の侵攻艦隊を迎撃しようとするに違いない。小さな島の植民地を我が軍が解放することができたならば、大侵攻艦隊がオランダ領東インドを奪取するために集結するだろう。その占領は作戦の主目標であり、太平洋戦争における重要な一章である。我々は侵攻艦隊が十分に護衛されていることを確認せねばならず、この機会を利用して ADBA 艦隊を1回で完璧に殲滅するのだと。なるほど。まずは、主目標、少なくとも2隻の輸送船が生存すること、すべての敵戦艦を撃沈するか駆逐すること、副次目標ですね、すべての敵艦船を撃沈、すべての輸送船と補給船が生存、今これはね、生存中なんで、グリーンがついてますが、バリ進行部隊を失わない22ターン以内にオランダの機関でロイテルを撃沈する。なるほど。そうすると今回はまず資金979で、海軍識力が20、空軍識力が6あるので、これをまず使っていきましょう。早速購入していきます。まずは戦艦だね。戦艦ヤマト買いましょう。で、あとは航空母艦を買っていきたいんだよな。今だと竜城しか持ってないんで、ちょっと大型のものを買っていきましょう。飛竜。で、あと180しかないのか。180となるとどうだろう。駆逐艦とかだったら買える？巡洋艦。120の巡洋艦を使うと、あと残るのが69になっちゃうんだな。そうすると駆逐艦が2隻しか買えなくなるんだな。潜水艦は？潜水艦は60か。そうなると巡洋艦を1隻買って潜水艦を買うっていうのが一番良さそうですね。じゃあ最上を買って配置しちゃって、さらに潜水艦を買おう。おっと、よくよく考えたらこれ空軍の戦力全然買えなくなっちゃったね。まあ、ただこれは後々ポイントを買ったら随時配備していきましょう。もう手遅れなんでね、買っちゃったものは。じゃあ部隊ですね、配置していきます。
まずヤマトだな。ヤマトはじゃあこっち側に配置する。で、飛竜は逆に上に配置する。で、竜城は逆に下に配置しよう。空母はね、上と下に1隻ずつある方がいいでしょう。あとは潜水艦ね。これは突撃潜水艦なんで微妙といえば微妙ですが、使い切っちゃったか、しょうがないね。じゃあこれで進めていきましょう。そうか、隊長を乗せてないのか。まあしょうがないね。せっかくの飛竜が有効活用できないというのはちょっともったいないけど、しょうがない。じゃあこれで進めていきます。まずは味方だよね。陸軍の歩兵隊でしょ？これは。これだって何にも載せてないからね、そもそも。何かを載せてればね、まだ別なんですけど。乗せてない潜水艦ほど無駄なものはないからな。ケージを無駄に動かしちゃったのは、まあ、よしとしましょう。で、この飛行場の爆撃をしていく。これも攻撃機だからな。一旦は置いときましょうか。駆逐艦をまずは先行させます。さあ、ヤマトがまずはぶっ放しましたけど、当たらないよね。当たらないか。しょうがないか。当たらないものはしょうがないよね。全く攻撃が当たらない。まあ今1当たりましたけど。飛竜が全く生きてこないな、これでも本当に。飛竜なんか買うべきじゃなかったな、今にしてみれば。ヤマトに対して魚雷が命中してるけど、どっちかって竜城の方が怖いよな。竜城を沈むとかなり危険ですからね。確実に沈めていきましょう。
よし、撃沈しましたね。よし、撃沈。まあ、こんな感じで撃沈を繰り返していくしかないかな。で、こちらはオランダ、あとはアメリカ軍ですね。いや、こっちの飛竜が本当に使えないからな。ここ本当にもったいないことしたな。まあ、飛竜が沈められるという事態だけは避けたいですからね、せっかく買った飛竜なんで。お、敵の巡洋艦クラスが来たな。こっちにヤマトを配備するべきだったかもしれないですね。さすがにこの至近距離から撃たれるとそれなりにダメージは出てくるな。味方のね、巡洋艦は守る必要がありますからね。まあ、飛竜からの攻撃も重要な攻撃になってますね。今の3は結構効いてくれるぞ。よし、撃沈しましたね。ここまでは順調かな、今のところ。毎回お話ししますけど、初見プレイでやってるので、これが正しい進め方かというのは正直疑問はあるんですが。いやー、竜城にやっぱり寄ってくるね。軽空母とはいえ、空母なんで敵の主目標になってしまうのはしょうがないですね。いや、マイナス2か、結構痛いな、マイナス2は。何？どっか見えないところから撃たれたぞ。どっから撃たれたんだろう。ちょっと全然気づかないところから撃たれましたね、今。
硬いな、思ったより。ここで沈められないか。欲しかったんだけどな。ここは撃沈したかったんですけど。1残しちゃいましたが。ここでね、航空隊がとどめを刺すっていうのが理想的な展開だったんですが、まあさすがにそうは簡単にはいかないか。さあ、ちょっと空母を逃がしておきたいので。結構硬いね、アメリカ軍のこの駆逐艦かな。ケージュンですね、マーブルヘッド。思ったより硬い。これでも沈まない？これでようやくですね。じゃあ、ヤマトを先行させましょう。まあ、ここは飛龍に攻撃仕掛けてくるよね。ここに潜水艦がいましたね。これも潜水艦かな。イギリス海軍。お、バリの飛行場です。ボルネオの飛行場はタウのために使用不能となるため、大本営はバリ島占領決定。我々の上陸部隊は速やかに民兵の防衛部隊を排除、島とその飛行場を占領しました。いいね、すごくありがたい。まあこっちにはね、一応空母を出しているので、飛行場がなくても戦えるといえば戦えるんですが、あるに越したことはない。よし、まずはオランダ海軍一隻撃沈ですね。問題はこいつだな。魚雷攻撃しか当たらないからな、潜水艦には。よし、撃沈しましたね。ん？駆逐艦が寄ってくるな。駆逐艦にはね、やっぱり航空隊は出たいんだけど、こっち側に航空隊いないからな。一方的には航空隊が出てきたが。しかも大型の爆撃機も来てるね、アメリカ軍の。ちょっと上と下の配置が微妙でしたね。さて、目標はジャワ島ということで、大本営はジャワ島侵攻艦隊の準備が完了し、4ターン後に北から到着することを伝えてきました。北か。さらに我々に全ての戦闘艦をこの地点に待機させて、到着する侵攻艦隊を護衛するよう指示していますと。ここに出てくるの？いやー、なかなか無茶言いますなー。まあ4ターンあるっていうことは、4ターン以内近づければそれはそれでいいのかもしれないんですが、空母は足遅いね、さすがに飛龍は。航空隊がいないっていうのがね、ちょっと痛手ですね、ここに来て。
さあ、どうやってこいつを排除するかだな。戦闘機が欲しいんだけどな。まあ、とりあえず進行していくしかないので進みましょう。空母を守りきれない可能性があるからな、この竜城がね。このまま敵の爆撃機にさらされるとなると、そこだけがちょっと心配ですね。空母の上に爆撃機飛ばしてくるよな。どんだけマイナスになるかだな。マイナス1で済んだだけマシ。いやー、竜城が沈むときついな。まあ、新たに飛竜を買ったとはいえ、買ったとはいえだ、竜城が沈められられると、それはそれで単純にコストがかかっちゃいますからね。シンガポール占領ですね。西太平洋で我々の攻勢では素晴らしいニュース、我が軍はシンガポールを占領しということですね。いや、シンガポールもね、楽しい国なんですよね。何回か行ってますけど、僕ももう大好きですね、シンガポールも。ミカミックスとかとね、シンガポールは、ミカミックスとは2回か3回か行ったような記憶がありますけど、もうね、とにかく楽しい国ですね、やっぱり、シンガポールは。北側の方はある程度目処が立ってきたでいいのかな。このまま放置しておいていいのかっていう気はするんだけどな、この爆撃隊をね。まあ、ただ飛竜の周りに、竜城の周りに、いくつか艦隊を張り付かせておいて、それで対空砲をぶっ放していくっていうのがいいのかな。まあ、狙ってくるよね、竜城。
こっち側には何にもないのかどうかっていうのは一応航空隊飛ばして確認しておきましょう。一旦航空隊は、敵の航空隊は帰ってくる？押し出してまで爆撃してくるか。やってくれるな。戦闘機をやっぱり配置すべきでしたね。敵の航空隊に対する戦闘機。最初に初期戦力として投入するんじゃなくて、戦局を見ながら投入するべきでしたね。この初見プレイをしている以上は。撃ち落とせるかな。ちょっと撃ち落とせないかな。ここ結構な数の敵の艦隊が待ち受けてるな。さらにここには対空戦闘機もいるね。ああ、対空砲があるね。邪魔くさいけど。うわ、この辺も対空砲がある。いやー、結構邪魔くさいの多いな。あ、撃ってくるよね。結構食らうんじゃないの。マイナス2か。結構食らうね。いや、竜城がやられると一気に厳しくなるんだけどな。航空機がね、飛行場まで戻らなきゃいけなくなるんで、結構辛い目に遭うんですよね。それを避けたいな。お、ヤマトが初めてダメージを受けたな。ヤマトもここで集中的に攻撃を受けると結構辛いですよね。戦力をどうだろう。南と北均等に割り振ったけど、南の方は厚めにするべきだったのかもしれないな。まあ幸い航空隊は南に集結させていたのか、幸いしましたね。まあ、ただヤマトもね、こんだけ集中的に敵の魚雷攻撃を受けたら、辛いは辛いからな。いや、容赦ないね。本当に。まあ、ダメージが蓄積して減っていくっていうのも敵も同じなんでね。お、味方の輸送船団が到着したな。
一刻も早く敵を殲滅しにかからないといけないですね。それには竜城だよな、竜城。ここで、海軍の指揮力4与えられたけどな、変えるのって言ったら4だとどう？戦艦クラスは当然無理。母艦は竜城クラスならいけるけども、ここは無難に巡洋艦最上だな。一刻も早く合流しちゃわないと。当然この輸送船団を敵も狙ってくるんじゃないかなというのは想像がつきますからね。で、問題はこっちだな。竜城が危ないんで一旦回復する。たプラス1だけ、プラス1だけ。いや、繰り返すけどプラス1だけか。重いな、敵重いな、本当に重いわ。竜城が本当に危ないね。艦艇数でちょっと負けてるからな。ヤマトも耐えてはいるけど、これがいつまで持つかっていうとね、3ぐらいになってくると本当に撃沈される可能性出てくるんで、残りのヒットポイントがね。かといって今から南に北にいる戦力を振り向けるっていうのは時間がかかりすぎるんで、ちょっとそれをやる選択肢はないかなって感じなんですよね。しょうがない、竜城はもう見放そう。飛竜がいるんで、飛竜だけ南に向ける。ちょっとでも航空隊がたどり着きやすくなるように。飛竜だけ南に向けて、残りは合流を図りましょう。艦隊の合流。問題はここよ。ま、ちょっとでも回復はしとこう。ダメ元でね。
沈まないか。これ撃沈したいな。撃沈じゃない、撃墜ですね。撃墜したかったな。魚雷の乾燥中か、どうにもなんないね。一番パワーが減ってる敵を叩いておきたいんですが、まずは航空隊だね。航空隊、航空隊による攻撃を行っていきましょう。いやー、ちょっとドキドキするな。一旦ここで敵の爆撃機は去っていったので、まあ、ただ龍城は救えなそうだな。残念ですけどね。どっちかっていうとね、海軍の指揮力もしくは空軍の指揮力欲しいな。うわ、3持ってかれるか、ここで。ここも2持ってかれる？いやー、結構きついね。3持ってかれると結構きついですよね。まあ、龍城が沈むのを前提に飛竜を南の艦隊と合流させたいので、それは最優先でやりましょう。飛行機が持たないんで。一応もうほぼ合流は果たしたって感じかな。あとはどういうルートをたどるのかっていうのをちょっと見ながらですかね。城が沈められてしまったんで、代わりに巡洋艦最上を配置しよう。うわ、足りないのか。駆逐艦か、しょうがないね。駆逐艦を配置したいけど、配置できるのはどこ？うわー、配置できるのここか。全然嬉しくないな。しょうがないな。
ちょっと待って、攻撃し忘れ。うわー、痛いなー、今の。いやー、攻撃したつもりだったんだけど。いやー、苦戦だなー。本当に苦戦だわ。まあ、輸送センターはね、減らされないけど、味方の艦隊がピンチですよね。マイナス4食らう。マイナス3か。いや、きついな。マジか。マイナス2。いや、ヤマトマイナス2とか食らったらマジでやばいな。いや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 、これはきついぞ。味方の輸送船団の移動ルートがちょっとわからないしね、そもそも。どういう移動ルートをたどるんだろうか。どこに行きたいのかもちょっとよくわからないですからね、彼らが。いやー、これ南に向かわせるしかないな。南の戦力がちょっと危ないからな。特に飛竜は最優先で南に向かわせたいんだけど。一旦ちょっと飛竜と合流させないとまずいね、戦闘機は。あー、激震できないが、今のが激震できるようになってくると大きいんだけどな。潜水艦からの攻撃はマイナス0。うーん、厳しいね。さてさて、どうするかな。マイナス3か。ここもマイナス4。マイナス3、4。ちょっと削りすぎでしょう、いくらなんでも。南と北合流させたいね。ちょっと当初は合流はどうなのって思ったけど、この状況になってくるともう合流する以外の選択肢が逆に思いつかないっていうね。これ見るとでも本当に南は厚めにするべきですよね。初見プレイでやり直しを前提としてないのでなんですけど、激震できればいいんだけど。残る？残るか。
有効な打撃位置がちょっと見当たらないな。魚雷もね、これ今回というか次のターンで潜水艦が多分沈められちゃうんじゃないかな。あ、輸送船団の方に気づいたな、敵が。ドゥハー、潜水艦が沈められたな。まあ、輸送船団は絶対に護衛したいので、このまま部隊は南下させていくでいいのかな。いきなり敵が現れない限りは。完全に輸送船団狙いできてるね。ってことは、南下している味方の駆逐艦、巡洋艦隊で撃破できればいいかな。ただ、敵のオランダの潜水艦、軍艦っていうのがどこにいるのかちょっとまだわからないっていうのがね、気持ち悪いところですね。で、どこにいるかだな。で、ロイテルがどこにいるかがわからないけど。どこにいるんだ、敵のその主力艦は。ちょっと索敵飛ばさないとわからないね。まあ、ここまで来たんならね、せっかくなんで撃沈したいんですけど、どこにいるかが全然わからない。出てきてくれればいいんですけど。で、ロイテルっていう
オランダの軍艦がどこにいるかだな。あ、でロイテルは撃沈してるね。であとは全ての敵戦艦の撃沈か。どっかにいるんだな、敵の戦艦が。うん、じゃあこれは探していきましょう。まあ、いるとしたら多分左側なんじゃないかなと思うので、マップでいうところ。あ、いたね、いたいた。オーストラリアの戦艦だね。いや結構いるね、イギリスの艦隊も含めて。全然いるわ。一度に発艦できるのは一部隊だけ、空母の場合は。輸送船団に接近されるとまずいので、輸送船団を遮るような形で、艦隊を動かしましょう。ちょっと長くなってきてるんですが、キリが悪いので、もう少しね、このマップクリア、もうじきだと思うのでお付き合いいただければと思います。オーストラリアとイギリスの艦隊だな。足の速い駆逐艦とかにね、輸送センターに接近されると、せっかくここまで順調に来てたのがもったいないことになるので、早めに輸送船団との間に割り込みたいですね。で今確認できている敵の艦艇数は 1,2,3,4,5 かな。うわ、ここで輸送船団が近づいてくるからな、何も考えずに。ちょっと待とうとか思わないのかな。今前方の方で艦隊戦が行われているから、輸送船団は後方待機、普通そうなると思うんだけど、そうはならないな。一番近づいてきているところから、ヤマトの射程でも届かないよね。届かないね。ヤマトをちょっと南に向けすぎたか。せっかくのヤマトの攻撃力が一旦無駄になるっていうのは結構大きいからな。マイナス3。次のターンで輸送船団が多分突入してくるんですよね、この艦隊戦の真っ只中に。そこをなんとか、輸送船団が撃沈され始める前に敵の艦隊を沈めておきたいんですが、敵の艦艇数残り4、突っ込んでくるね、容赦ないね。この辺りは気持ちがいいほどに容赦なく、この艦隊戦、砲撃戦が繰り広げられている中に突入してくるからな。カゲロウがちょっと危ないんで下げたいなと。
これでカゲロウが沈めてくれるといいんだけど。よし、よくやった。これ大きいですね、今の一発は。で、ヤマトが射程にまだ入ってこれない。まだ入ってこれないね。ヤマトとかになると足がね、ちょっと遅いですからね。どうしてもそこが。雨が降ってきたな。この時1942年って雨でも空母は離発着できたんでしょうかね。敵の戦艦残り1隻で合ってるのかな。輸送船団は容赦なく突入してきます。そうなんだよね、雨で逃げようとしてるからね。ここは逃がさずに確実に仕留めにかかりたいんだけど。まあ、幸い飛行機は飛んでるんで。まあ、やっぱりね、この辺りはね、スコールとか多いですからね。30分とか1時間とかざーっと降って雨が上がるっていう。残りの敵の艦艇は1でいいのかな。これを沈めちゃえばこのステージもクリアできる。よし、撃破しましたね。田中健作。じゃあこれはヤマトにとりあえず座礁させる。ちょっと待ってね、まだ敵の艦隊は残ってる。もしかして終了になってないのはターンを終わらせれば終わりかな。一応まだ実はいるパターンに備えて艦隊だけ前前前進だけさせちゃいましょう。最悪いるっていうパターンもあるんでね。まだいるね。まだどこかにいるな、敵の艦隊が。それとも輸送船団がしっかり逃げ切れば終わりかな。ここまでとなると輸送船団のルートを上げて、逆に開けてあげた方がいいパターンもありますよね。とりあえず左右に分かれて脱出ルートだけ開けておいてあげましょう。
飛竜はもうついてこれないかな、この足の速、遅さだと。いや、本当に二歩だな。どこに向かおうとしてるんだろう。まさかまさかの。南側にいるパターンとかも。ナキシもカラスかな。いや、そりゃないよな。とりあえず、マップの端には敵はいないのを確認しましたからね、今。主目標の敵の艦船全部破壊はやったので、あとは30ターン過ぎるまでひたすら進めるだけで済むのかな。となると、ちょっとでもね、破壊してポイント稼ぎでもしますか。ちょっとそれくらいしかやることが思い浮かばないな。いや、ヤマトは本当に足が遅いわ。ヤマトはやっぱりでも防御力が高かったですね。常に先頭にありながら3しか削られてないっていうのは優秀ですよね。あとはちょっとでも削るために対空砲とかを破壊しとく。今回のマップは戦力さえ増強しとけば、まあ竜城を失ったというのはありますけどね、まあ難なくという感じではありましたね。
いや、マジこの輸送船どこに行きたいのか全然わかんないな。輸送船に護衛艦つけとかなくて大丈夫かっていう不安はちょっとはありますけど、まあとりあえずはここはもう破壊に専念しましょう。結局この輸送船は北から来て南に行きたかったっていうオーソドックスな動きでしたね。まあ、南にいて南に続けるっていうのじゃ意味がわからないので、やっぱり北から来て南に動くっていうのは当然といえば当然なんでしょうけど、ここは副次目標、主目標完全攻略といきたいので、よし、いいですね。悪くない。北と東の新交換台の両方ともが無事にジャワ海を横断したということです。はい、というわけで、ちょっとね長くなってしまったんですが、ジャワ海の戦いここまでにしたいと思います。というわけでね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。